ひなた？別に恥ずかしがって隠そうとしなくてもいいじゃない。女同士なんだし。もっとゆっくりお湯に浸かれば。なんで言い出しっぺのリーが来てねえんだよ。ああ、修行の逆立ち歩きが三千歩残ってんだってよ。でも終わったらすぐ来るって。ご苦労なこって。ゲジマイのやつ、俺が一人だからって気を使いやがって。ゲジマイも早く来ねえかな。なんか浮いてきちゃって。日向がいつも羨ましいと思うわ。その膨らみだけは。ゲジマイのやつまだやってんのかな。ったくクソ真面目っつうか空気読めねえっつうか。いつものことだ。なぜなら奴は修行の虫だからだ。だが俺はそういう虫が気に入っている。さすがいいこと言うってばよ。大きな心ん。足あたりにでっかい幼虫おる。虫使いなら体に虫を飼ってて当たり前だろう。ストライク。なんつって。気ぃつけろ長次。湯が減っちまったな。たくどうする気だ。長次、バイカの術やってくれ。え、なんで。いいから。わかったよ。バイカの術。さおお、湯が増えた。なんだナルト、その何か企むような顔は。俺は物思いにふけてただけだってばよ。何かよからぬことを考えていたのではあるまいな。ね、何を。覗きだ。ね、うちも休日はこき使われるよ。断ろうもんならお父さん新郎新で。ちょっと羨ましいな。あ？そうか、この向こうは。そういう楽しみがあったってばよ。あー、なんとも言えねえいい湯だったってばよ。1999。覗きポイントは、リー、なんでリーさんが。てめえろクリー。もしかして覗きしてやがったのか。ちょ、あ、違う。ゲジマイ、ナルト、やっぱりお前か。いや、違うって。死ぬはくれるな、ロックリー。ロックリー、何があった。ナルトくん。ゲジマイ、お前。そこなったぞリー。違うんです、屋根伝いにジャンプする修行をしていて、うん、ほら破れてるでしょ。何かに引っかかってバランスを崩して偶然女子の脱衣所に。問答無用。みんな落ち着いて。本当に偶然かもしれないじゃない。ナルト君、みんなを誘って銭湯へレッツラゴーです。せっかくの休日です。一人じゃなくてみんなで楽しみましょう。俺のためにみんなに声をかけてくれたケジマイが。そんなことするはずねえ。疑わしきらバカ。ちょっと待て。ケジマイはそんなやつじゃねえ。ナルト君、ケジマイは俺らの仲間だぞ。やってねえっつってんならやってねえ。証拠もねえのに仲間を疑うなんてやめろってばよ。ナルト君、
もっと大きい心を胸に。あっ、うわあ！最も小さい下着を胸に。どう見てもあの下着は私の。どうさ、下着泥棒が！ん？何？とぼけるんじゃない！渦巻きなりたい！